神戸といえば坂というよりも圧倒的に海のイメージが強く、そして何よりあのハイセンスで知られるシャレオツ神戸っ子たちが汗水垂らして坂を登る姿など全く想像がつかない。今回神戸の坂道を特集しようと思ってまして、神戸って坂多いんですか？坂だらけ、坂だらけ、はい、外の人はこうやって三宮元町このね、はい、あのこの辺りをメインで見るやろけど、上上がっていったらなんぼでも坂ありますんで、なんぼでも、はい、死ぬほどきつい坂もあるし、車がひっくり返るんちゃうかみたいな感じ、おしゃれな方が坂道を歩いてるイメージがないという、坂道とおしゃれが両立してるんです。それがまあ神戸のかっこいいところかな、うん、神戸スタイル神戸が結構坂が多いっていう噂は聞くんですけど、え、何個もあるやんの秋山の坂なん坂で車もエンジンをマックスで踏むぐらい、あ、いわゆるベタ踏みというやつですか、はい、電動を立ち漕ぎするぐらい結構すごいなんですよ本当に、おじいちゃんとか反対向いて登ってるんですよ。え、どういうことですか？こうやって坂を登るとしんどいから、はい、こうやって登ってるでおじいちゃんがそうやって登ってたんで、はい、真似してやったら楽やったんですよではおしゃれ神戸っ子のもう一つの顔、知られざる坂の民の実態に迫る県民共生シリーズ、神戸坂ライフの真実。まず神戸で坂といえばこちら、異人館の北の坂などは登るのが大変な観光名所としてなんとなく聞いたことがあるが、皆さんがおっしゃる坂とはああいう坂のことなのだろうか。異人館の北の坂あれも僕らからしたらすごいんですけど、いや普通の道ですねちょっと上がってる、普通の道ちょっと上がってる山から海ずっと坂道ばっかりですから、確かに上に向かっていくのはもう全て坂道ですよね。ここ全部坂って分かんない、阪急から上はずっとビンって上がりますまた上にバス通りがあって、はい、そこから山に向かってまたガッて一段上に上がっていきます。もうびっくりするぐらいの坂ということで、今回は普段ロケしがちな中心部を離れ、まずは神戸市西部垂水区周辺を探索していると、おっと前方にいかにも坂があるに違いない斜面都市の光景を発見。車を降りて確認、この角度から分かる通り今いるここだって地味に上り坂の中、ふと振り向くと何？下の道路まで続く長い階段、その先のこんもりした住宅街に、なんだあれは、まるで壁のような坂がそびえ立ち、彼方には明石海峡大橋まで見えている。下から見た先ほどの坂がこちら、ひとまず気になる傾斜を計測。ちなみに正月の風物詩箱根駅伝、その最大の難所の坂は最大勾配 13.4%、 つまり 100m 先では 13.4m の高さになるということなのだが、先ほどの神戸の坂、気になる勾配はというと、なーに、なんと 24% を計測。そんな余裕で箱根越えの急勾配を神戸っ子の皆さん至って普通に生活中。坂ロケには不向きな関西のベテラン技術クルーを引き連れ、急勾配をおよそ 120m なんとか登りきると、おお、頂上の先はこれまた急勾配なり下り坂。そんな坂で普通に暮らす坂の民を直撃。すごい坂ですね。ちょうどねスキーのジャンプ台みたいでしょ日常的にこの坂を。そうですね、結構きついくないですか？きついですね、息が切れますね。ここはなんていう坂とかあるんですか？ここは地名的には旭川区は三丁目というところですけど、ね、こんなのすごい坂の名前ないんですか？名前はあんまり考えたことなかったですね。この坂だけでなく、ここへ行っても坂なので、そうなんですか？
坂を登って降りる途中のお兄さんは兵庫県民ですか？じゃないですね。あ、違うんですか？はい、どちらの方ですか？長崎県民です。あ、長崎です。なんたる奇遇、坂の町の長崎県民と遭遇。どうですか、坂の町の方からしてこの坂は。もう全然比べ物にならないくらいこちらの方がすごい急な坂です。あ、そうなんですか？僕てっきり長崎の方がすごいよっておっしゃるのかなと思ったんですけど。そういうことじゃないです。常識範囲です。さらにその後も漏れなく急勾配な坂にもかかわらず、どれも住宅地の生活路として至って普通に使われており、それもそのはず、何を隠そう神戸市は傾斜10度以上の斜面市街地に住む人口密度が全国トップクラス。さらにこちら、地元民からくねくね坂と呼ばれる急カーブかつ超急勾配の凄まじい坂もあるが、とてもインタビューどころではなさそう。するとこちらの神戸レディースから耳寄り情報が。学校があった。あ、私も高校そうやった。高校がそう、うん、でも小中もそうやったな。小中もそんなすごいっすか、その学校の坂とかっていうのは。やばい、ほんまにやばい。ほんまにやばい。そこでインタビューチャンスの多そうなスクール坂ライフに路線変更。こちらの小学校にお邪魔すると、朝からキッズを待ち構えているのは直線距離実に300メートル、勾配 17% のラージヒル、通称美濃岡坂。いくら若いとはいえきつくはないのか。僕らなんかおじさんなんで登ってきただけ結構限界なんですけど、どう思います？みんな元気じゃないですか。いや、あの、まあ、最初僕もきつかったんですよ。割にはすごい円楽機材もです。ちなみにこんだけ坂がすごいと、なんかこの坂で起こったことある？なんかボールが、運動場から出て、それでコープぐらいまで転がっていきました。下のコープら辺までずっと転がっていきました。その下のずっとコープら辺までずっと。すごい下まで。そうなんや。この坂で転がっていったらもう諦めるしかない。それか止まるのを待つしか。止まれへん。坂について校長先生にも聞いてみた。子どもたちこの坂ずっと登ってきます、うん、でも登りきると、はい、本校なんかは教室からも、はい、絶景、本当に綺麗な景色が見えます。これは子どもたちのご褒美だと思います。はい、はい、さらに創立125年の歴史を誇る神戸高校の通称地獄坂では、なに、勾配 15% の上りを野球部がまさに地獄の坂ダッシュだった。ではこれだけの坂の町で暮らしていると一体どんなことが起こりうるのだろうか。垂水商店街にいた仲良しトリオは、坂の多い町で暮らしていると何か強みとかありますか？足腰一回も運動やったことないけど神戸マラソン完走しました。坂の基礎体力だけでですか？基礎体力がすごいあると思ってる。さらにイカナゴを買いに来ていた神戸マダムは、坂の多い町で暮らしているとどんなことがありますか？方角の南北だけは東西が強いでしょ。神戸に東西南北がですか、はい、だって海と山があったらもう北と南が決まってんねんから。アホで笑うんです。大体坂登ったら北やな、うん、神戸はもう分かりやすいんで、はい、大阪行ったらだから何々筋とか何々通りで方角が分かるっていうじゃないですか、はいはい、あれ分かんない。私たちはもう北か南か。はい、神戸市民は南に瀬戸内海、坂を北に登れば六甲山と南北丸分かりの細長いエリアで育つため、海やったら南、山やったら北、無意識のうちに常に南北を把握。そんな市民によりフィットするよう、県民信頼のデパート大丸百貨店では神戸限定で南北を山と海で表記。また山が近すぎるゆえ神戸ではこちら、小学生たちが通学になんとケーブルカーを普段使い、日々六甲山の学校まで通うのだ。
さらに神戸の坂、どこから見ても大概美しい瀬戸内海ビュー。それゆえこんなあるあるも。デートとかでご飯食べた後に六甲の景色見に行こうって言われて、付き合ってる方がこっちの人じゃないからすごい感動するじゃないですか、相手は。でも見慣れてるじゃないですか、わーって言いますけどっていうのすごい綺麗、こんなん見たことないとかって言いますけど、寝は早く車に戻りたい。他県民の皆さん、神戸レディーに絶景は通じないのでご注意を。さらに坂の上にあるこちらの幼稚園から聞き逃せない坂情報をゲット。行事の度に学校坂道の歌歌ってて、なんかすごい馴染みのある曲で今も歌ってます、幼稚園で。学校坂道、坂道の上に学校がありますっていう、もう本当ここのまんまの歌があって卒園シーズンになると割と歌うことが、もうそれを聞くともうお母さんたちはもうしくしくとこう泣き出すというか。せっかくなので坂の上の学校で親しまれる学校坂道を聞かせていただいた。僕らも頑張って登ろう、人生の坂道を。